にちは、ミルクティーのミトリです。ということで、今回は今ですね、YouTube 界隈でかなり話題になっている明日の話題さんの動画の件についてお話ししていきたいなと思うんですけども、かなりね、多くの方からリクエストをいただいて、編集が雑かもしれないし、早口になっているかもしれないんですけども、ご了承いただけたらなと思います。ということで、すでにね、何の話かよくわからないという方は、明日の話題さんとね、水溜りボンドさんとタック TV さんあたりの動画をね、見てからここに来ていただければわかるかなと思います。まず、先になんですけど、その真相というか、そういうことに関しては今のところね、いろんな憶測とか考察はあるにせよ誰にもわからないことだと思うんですね。はっきりとこう断言してこうだっていうことは言えないしですけども、ある意味その YouTube でこうやって都市伝説とかそういうちょっと陰謀とかね、そういうものをね扱っている身としては、皆さんより明日の話題さん側のその視点に立ってお話しすることができるかなと思ったので、ぜひね皆さんの考察の材料になればいいかなというふうに思います。基本的には僕、その明日の話題さんが出されている動画とかね、ちょっと過激な動画に関してもかなり共感する部分っていうのが多いっていうのもあるので、例えば明日の話題さんがどういう人たちによって運営されているかだったり、どういう組織にね所属しているとか、そういういろんな考察とかありますか、そういう点に関しては僕はあまり気にしていないので、あくまでその動画というものが、あの動画がどういう意図で作られたかとか、そういう点に絞って誰か人間を特定するとか、そういう話はねしないようにしていきたいなというふうに、思います。おそらくね、今後の展開次第ではですね、この話っていうのは非常に大きな陰謀論に発展していく可能性があるんですけども、まあ僕の意見としては、正直言ってその皆さんがその心配するようなことっていうのは起きないと思うし、まあ何かねこうそれでビクビク怖がってしまったりっていうことはあまり気にしないでいいのかなっていうふうに思うんですね。地震含めていつ起きてもおかしくないタイミングというか時期ではあるので、それはね起きてもおかしくないんですが、それはあくまで自然発生だと思うし、自然災害が起こされるということはないというふうにまあ思うので、安心して聞いていただきたいなと思うんですけども、ビッグマックを食べてるシーンでこうビッグマックがバーンとあって、そのね下にねこうアラビア文字がねあって、それがなんか意味があるんじゃないかみたいな話があるらしいんですけども、それはですね、なんかマックのホームページに行くと、そのホームページにもそのアラビア文字っていうのは入っているみたいなので、それ自体には意味がないということが分かっています。あの動画がいつ撮影されたのかということに関しては、おそらくというか間違いなく過去に撮影されたことであることには、違いないというふうに思っています。それをテロップですね、最初のね、なんかこういう事件がありましたよねみたいな、そういうことで最近撮影されたもののようにこう見せているというふうに言った方がいいのかなと思います。で、例えばその活動が明日の話題さんの活動が休止される直前に、なんかビッグマック関係の動画が出されていたと思うんですけども、おそらくその後に本来であればアップする予定だった動画なのではないかなと思っていて、しかしそれがですね、例えば2週間のそのなんかペナルティで動画がアップできないという時期があったせいで出せなかった動画っていうのを後から編集して最近撮った動画のように見せているという可能性はあるのではないかと思うし、あと髪型とかもね、なんか最近髪切ったはずなのに昔の髪型のままだとかね、いろいろあると思います。で、続いてそのマイさんと呼ばれている女性ですね、まあ本当はマイさんっていう名前ではないと思うんですけども、その皆さんの中でマイさんって浸透しているのでマイさんって呼ばせていただきますが、服がね死に装束を着ているっていう説があるんですけども、なんかどうやらそれにね、あれに別に死に装束ではなくファッションとしてそういう服がねあるらしいので、まあそれで決めつける必要はないのかなと、あまりそこはこだわる部分ではないような気がします。で、途中にですね、サブリミナル効果と騒がれている一瞬そのなんか黒いカットで一文字だけ浮かんでくるっていうのをつなげてみるとみたいな、そういうねかなり騒がれている部分があると思うんですけども、あの一瞬のカットっていうのは、サブリミナル効果ではないですよね。例えばその最初のシーンでそのマイさんがハンバーガー食べる前にそのマクドナルドの商品がこうね流れていくところがあるんですけども、あれこそ多分サブリミナル効果で、僕もあれを見た後ね、もうすぐねなんかマックのハンバーガー食いてえなみたいなような気持ちになったというふうにね、そういう方もね多くいるんじゃないかなと思うんですけども、あれこそサブリミナル効果で、それこそ色とビジュアルがその入ってくるそのインパクトというか、視覚的なそのビジュアルなインパクトっていうのはかなり強いので、マック食べたいなみたいな、お腹空いてきた方はいると思うんですけども、例えばその一瞬のカットでパッて何か一文字浮かんだとして、それで何か
多くの方が意識することはないと思うので、そういう意味ではサブリミナル効果でもないんですね。なので別の意味があるわけですよ。それはですね、何かっていうと、あの動画がですね、より多くの人に拡散されるための、まあ保険という意味でああいうカットを入れたのではないかと思っていて、まあプラスで誰かに対するメッセージなのかなと思います。で、明日の話題さんほどのね方々であれば、その大衆心理というか、あのネットがどうね、ネット上の大衆がどのような動きを見せるかっていうことはね、理解されていると思うので、あのこの動画がですね、どのくらいその後話題になるかっていうことは予測できることなんですよね。簡単にまあ想像がつくということは、つまりこのね、あの今この明日の話題さんのそのこの件がかなりこう拡散されて話題になっているっていうことは、まあ意図して起こされたものであるという意味で、まあその明日の話題さんの意図しているという意味で、僕も今回ね、あの動画に撮ってもいいかなっていうふうに思ったんで、まあそういう意味ではさすがだなというふうに思いました。でですね、まあ消された動画かなりポイントだと思うんですけど、日本人の 99.9% は知らないことということがですね、あの明日の話題さんの動画の中でもかなり過激なシリーズに入るんですけども、それがまあ消されていて、もしかしたらその一瞬出てきたカットをつないで出てきた、その見てるんでしょこの人殺しっていうのは、それが指す人たちっていうのは、そのこの消された動画の中で出てくる事件の真相を知る一部の人間たちに向けて、言われているのかなと。その誰かがその 99% の人たちが、日本人が知らないというシリーズの最終章を、明日の話題さんがアップロードする前にどうにか圧力をかけたいというところからも、そのね、今の時期にこの圧力がかかってきたのかもしれないと。僕の知る限り、明日の話題さんほど真正面からそのタブーというのに切り込む YouTuber というのは、まあ僕は他には知らないんですけども、それぐらいですね、まあ、危ないネタをまあ扱っているということは、裏を返せば強力な情報源があるということと、それなりに圧力にはまあ慣れているというふうにも取れるわけなんですね。なので、ちょっとやそっとの圧力で揺らぐようなチャンネルではないというふうに思います。ではですね、その今回こういった件が起きた、その布石になっているであろう出来事っていうのが2つあるんですね。で、その1つがですね、 YouTube の、まあ、いろんなチャンネルですね、まあ、ある一定のチャンネルが削除されるっていう、ことがね、多発するっていう時期がね、ちょっと前にあったと思うんですけど、あのその件と関西で起こった地震、この2つの出来事っていうのが、この動画出すに至る経緯の伏線になっている気がします。圧力とかでその動画が消されてしまって、動画が2週間ほどアップできないという時期があったと思うんですけども、その時にそのまあその何かこう集団のって運営されているチャンネルである以上、何かごたごたがあったかもしれないですが、逆にですね、その期間の間に今回のこの動画に関するアイデアというのがひらめいたのかなっていうふうにも思っていて、というのも、その過去にその失踪した YouTuber 騒ぎっていうのが、まあ、ありましたよね。で、それをですね、明日の話題さんっていうのは扱っていたので、それを踏まえればこれぐらいの規模で話題になるということは予測できるし、最後のその動画の最後のピーっていうあの怖い音っていうのは、少なくともその消された過去の YouTuber の方を、に寄せているというふうに思います。今後その日本にね、危機が迫っていると多くの人が、感じるような内容なのはなぜなのかっていうと、おそらくそういった類の情報が明日の話題さんに入ってきていたのかなと。それもかなり信憑性の高いレベルのところからそういう情報が入ってきたのかもしれないっていうのと、同時にそういう情報を簡単に鵜呑みにするような方たちではないので、あの逆にこういったこの時期っていうのを利用して、ああいう動画を撮っているのかなっていうふうに思いました。 YouTuber ごときがね、そんなやばいこと知ってるわけないじゃんって多くの方が思うかもしれないんですけども、実は皆さんが思っている以上に濃い情報とか多くの情報っていうのが、いろんな職業やいろんな、まあ、地域、いろんな立場の方から入ってくるんで、それはおそらく皆さんが想像している10倍とか100倍ぐらいの情報が入ってきてます。で、僕はですね、まあ、実はその21日、23日、24日、今日ですね、あたりは何かね、起きてもおかしくないというか、やばいんじゃないかみたいな情報っていうのは、結構入ってきてて、ちょっとね、不安だったんですよね。というのも、その具体的な情報の内容っていうのは言えないんですけども、その大阪で地震が、まあ、あった後に、
かなりその手の情報に精通しているであろう人たちっていうのが一斉に大阪というか関西から出ていくっていう動きがあったんですよね。でそういう人たちが関西から一斉に出ていくってことは本当に何か起きるんじゃないかって思っていたので、もしかしたらその一部の人にだけ伝えられていた情報があるかもしれないんですけども、さすがにですねそれを僕は例えば動画にしたら混乱を招くだろうなと思ったので、これまでその動画の中で地震については一切ね触れてはこなかったんですけども、もしかしたら明日の話題さんたちには僕に入ってきた情報よりもより真実味のあるような情報が入ってきていたからこそ本当にやばいということをね伝えたかったのかもしれないと。他には明日の話題 のアシスタントの方がですねツイッターでその明日の話題は修行中です、ひまわりみたいに大きくなって帰ってきますということや、私たちは意外に肉体派っていうねツイートをね、していることから多少ですねやはりその組織内で何か変化があったということはね確かなのではないかと思います。で、皆さんがですねまあおそらく気になっているであろう最後のみんな死ぬんだよっていうことに関しては、逆に僕はそこにそこまでの意味はないのかなっていうふうに思っていて、あくまでその動画としてのインパクトというかホラー映画での中でのその人を殺すシーンみたいなそのインパクトを持たせるという意味で出てきた。さらにもし仮に本当にその予言通り何かが起こった際にはまさにこの地震を予言していたんだみたいに、なるという意味で出てきたのかなって思います。こうやって話しているとねかなりその、まあ、現実的というかねつまんない目線で話しちゃっていますけども、その陰謀というのはね本当にまあ存在すると思うんですね。でその陰謀っていうことを知ること自体にはそれほどのリスクはないです。陰謀を広めるということがかなりのリスクを伴うということなんで、まあもしねその消された動画が気になるという方はねまあなんか探せばねどっかにはあるんじゃないかと思うので、まあ見てみればいいのかなというふうに思います。そしたら今日本でね何が起こっているのかということがねなんとなくこうなんとなくわかるのかなと思うんですけども、でまあなんですけども陰謀も存在するんですけども、その戦争が起きるとか地震が起きるとかそういうことの予言っていうのが当たった試しっていうのは僕はこれまでほとんどなくて、まあ、99.9% は嘘だと思ってるんですね。まあ、0.1% は偶然その予言と日にちが重なるっていうことはまあ、 あり得ると思うんですけども、その予言っていうこと自体にあまり意味はなくても、それ自体のインパクトが強いのでかなり広まるんですよね。なのでそれを利用してその本当に伝えたいことっていうのを多くの人たちに伝えるための今回のこの動画だったのかなというふうにも思ったりもするんですが、今話したこの全てがですね、まあ、憶測に過ぎないので、もしね明日の話題さんが次の動画でまたね別のメッセージを発せられたり、それこそいつも通りの動画を出されたりしたらですね、また僕のですねなんか考察の内容も全くガラッとね180度変わるっていうこともあり得るので、まあまああくまで一つの、まあ、判断材料ぐらいにしていただけたらなと思うんですが、そのかなりね冷めた見方のようで申し訳ないんですけども、その明日の話題さんっていうのは僕かなりリスペクトしてる YouTuber の方の一人なので、またね進化してね前みたいな面白い動画、前よりも面白い動画をね出していただけることを、ね、期待していきたいなというふうに思いますということで、まあ、かなり早口になったんじゃないかなと思うんですけども、まあ時間ちょっとね用事があってね、もう今早く出なきゃいけないというところで、もう今回この辺にさせていただきます。次回は普通の動画出すと思うので、もし何か面白い情報あるという方はぜひ教えてくださいということで、最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。